岡山市北区夏川に本社を置く工作機械メーカー、滝沢に対し京都市の大手モーターメーカー、ニデックが今年9月から株式の公開買い付け、TOB を行っていました昨日までに必要な数を超えたため TOB が成立しましたこれにより TOB の決済が始まる今月20日に滝沢はニデックの子会社となりますニデックは、 今後滝沢の完全子会社化を目指すということです。